石川市範学校は、第二次世界大戦中の1943年に、石川県に設置された、市範学校である。本校は、石川県市範学校、石川県女子市範学校などの前身諸校を含めて、記述する。別伝修所、石川県修正学校、99、石川県市範学校、石川県第一市範学校、石川県金沢市範学校、 石川県和島主藩学校級、石川県主藩学校、石川県人城、市藩学校石川県市藩学校級、石川県女子主藩学校、石川県女子第一市藩学校、石川県女子金沢市藩学校、石川県女子市藩学校石川市藩学校前身の石川県市藩学校から引き継いだ、金沢市やよ町の校地を使用した。年月。 女子部、石川青年師範学校が、弥生町校地に統合され、男子部付属校は、旧女子部校地に統合移転した。弥生町校地は、更新の金沢大学教育学部に引き継がれ、同学部が1953年4月に、金沢城内に移転するまで使用された。1992年10月、金沢大学教育学部は、現在の角間キャンパスに移転した。 旧弥生町高地には現在、金沢市立泉小学校、千中学校のほか、金沢大学北明寮、金沢大学職員宿舎が設置されている。前身の石川県女子師範学校から引き継いだ、金沢市高坂の高地を使用した。1949年4月、男女共学科により、女子部は男子部高地に移転し、広坂高地には男子部、 女子部の付属小学校、中学校が統合された。1995年9月、金沢大学教育学部付属校は、金沢市平和町に統合された。旧高坂高知は現在、金沢21世紀美術館敷地となっている。金沢大学50年史、部局編280ページから281ページによれば、別伝収書の実在が確認できる一時資料は、 まだない、とのこと。漢方第1049号、明治19年12月27日。漢方第4865号、昭和18年4月2日。ありがとうございます。